ロマン・ムスティスラービチは、リ力長の公焼の一人である。ノブゴロド公、ボルイーニ公、ハールイチ公、キエフ大公であった。ハールイチ・ボルイーニ大公国の創始者で、ロマノビチ家の祖。12世紀末から13世紀初頭に、ルーシの金立ちの中で最も有力な公とみなされ、当時は、偉大なるロマン大公、全ルーシの統治者と呼ばれた。父は、 キエフ大公ムスチスラフ二世位、母は、ポーランド大公ボレスワフ三世の娘アグネーサ、ダヌイーロ、バシーコの父。1168年、父の上位によりノブゴロド公に在任したが、1170年に、ボルイーニ公国に移された。1183年頃に、キエフ大公リューリク2世位の娘、プレドスラバを見取り、一時的ではあったもののリューリク2世位と、 協力関係を結ぶ。隣国であったハールイチ公国の公家が耐えると、ロマンは後継者としてハールイチをめぐる戦いを開始した。1199年、ポーランドの支援を借りながら、ハンガリー王国とハールイチ公国の宿を破り、ようやくハールイチ公となった。同年、ロマンはボルイーニ公国とハールイチ公国を統合させ、ハールイチボルイーニ大公国を作った。 ロマンは君だけに基づく強い中央政権国家を目指していたため、現地の貴族の権利を縮め、自らの政権にことを唱える者を無常に成敗していたと言われている。一方、平民の間での人気を高めるために、粒シ南部を苦しめたクマン人による来襲を止めた。1201年から1202年の役と1203年から1204年の役では、 クマン人の長たちを破り、従属させ、おびただしい、竜死人の捕虜を解放させた。晩年に、衆都のキエフ大公リ,ューリク二世と対立し、1201年に、キエフを奪った。しかし彼自身は大公にならず、いとこのイングバルドを、大公位に据えた。しかし、リ,ューリク二世は、ロマンがハール一に帰国したことを聞くや、否や、すぐに、キエフを取り返した。 1204年、ロマンは再度キエフを、リューリク二世から奪い返し、キエフ大公の座に就いた。捕らえた、リューリク二世は日及び娘ともども強制的に、停発させ、修道院にへ送った。1205年、ポーランドと戦争が始まり、ロマンはポーランドに出征した。しかし、帰陣途中、ポーランド大公レシェク一世とマゾフシェコウ、コンダと一世兄弟が率いる敵軍に襲われ、 討ち死にした。彼の不法が届くとすぐに、停発させられていた、リューリック二世は現属し、チェルニゴフ系の諸行及びクマン人の助けを得て、キエフ大公位に返り咲いた。キエフルーシにとって、ロマンの知性は1240年のモンゴル来週前における花開いた最後の時代であった。ロマンによるルーシ諸国の統一は、当時の人々にとっては、全たる、 ご行為として見えていた。ロマンの戦死のために一時的に統一されていた領土が再び分裂し、ルーシの南部はセーランに陥った。ありがとうございます。